パブロ・エチェニケ・ロッパは、スペインの物理学者、政治家、アルゼンチン・サンタフェ州、ロサリオ出身、ポデモス所属。2014年から2015年まで、欧州議会議員を務め、2015年から2017年まで、アラゴン州議会議員を務め、2019年から、スペイン会議員を務めている。1978年8月28日に、 アルゼンチンのサンタフェ州ロサリオに生まれた。幼少時に、脊髄性筋縮症を発症し、13歳の時に、教育、医療、社会福祉などを得るために家族と共に、スペインに移住し、エチェニケ、母親、姉妹の3人で、アラゴン州サラゴサに定住した。現在の身長は156センチメートルであり、車椅子に乗って生活している。エチェニケは2002年に、 サラゴサ大学を卒業し、4年後に物理学の博士号を取得している。物理学者としては、サラゴサにあるスペイン国立研究評議会に勤めている。2012年8月9日には、大学で出会った女性と結婚した。2014年初頭には、既存政党への抗議運動から生まれたポデモスの決闘に参加した。ポデモスは、 初選挙となった2014年5月25日の2014年、欧州議会議員選挙でご議席を獲得し、エチェニケは7月1日に欧州議会議員に就任した。2015年6月18日から2017年9月13日には、アラゴン州議会議員を務めた。2019年5月21日には、スペイン会議員に就任した。ありがとうございます。